おはようございます、一ノ瀬はじめです。おはようございます。今日は久しぶりに母ちゃんの麦茶からスタートです。あ、そう、久しぶりだったっけ。うん、あ、そう、最近朝ですね、外子供の口の中のが全部出た。いやー、 Google、 今日の天気は、今日の名古屋は予想最高気温9度、最低気温4度で曇りのち晴れでしょう。現在気温4度、曇りです。ママ、うん、寒いな。まだ寒いじゃダメみたいな。まだ寒いからお父さんが来る。はい、ちょっとね、最近チェダーチーズがどうしても食べたくてアミカで買ってきました。トーストで焼いた、なんかすごい香ばしい匂いしたけど大丈夫か。どうしよう、どうしよう、卵を冷蔵庫に入れると大事な時にパンが出来上がりそう。うん、なんかすげえいい匂いがしてきたけど、ほっといたらやばそうだよ。ちょうどいいわ。ということで、このチェダーチーズをパンに乗せて食べていきたいと思います。完璧なつまん、完璧なさ。はい、チェダーチーズだけのしたトーストです。なんかすごいトゲがある、皆さんトゲがあると思いませんでした。トゲはない。主人がなんか朝起きたらチーズ出してきたかな。あちゃ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 、伸びるかな。伸びるでしょ。ちょっと母ちゃんこれ引っ張ってみて、割って引っ張るの、うん、割って引っ張ってみて。本当は熱いんだよ、頑張って。手が勝手に距離する。あ、伸びた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 、すげー、あんま伸びねえな。お、伸びた、パンが伸びた。熱い。それでは母ちゃんがちぎってくれたものいただきます。はい、どうぞ。うん、やっぱりちょっと チーズだけだと味がない、物足りない。チーズの良さを味わっていただこうかと思って、うん、ちょっと違った、ね、なんかお年寄りみたいな表現。あ、いや、ね、そうそう、どういうこと、こうシワシワになってる。ああ、もうね、うん、あ、何十代だこれ。何でか。はい、母ちゃんがケチャップとウインナーをトッピングしてくれました。それでは、うん、それでは今日の、朝食これで最後、いただきます。どうぞ。はい、皆さんこんばんは、一ノ瀬はじめです。今日はね、Vlog 形式ではなくて買ったものの紹介をしていきたいと思います。ちなみに今日買ったのはこちら、ね、アバーメディアさんのね、これですよ、 4K HDR 対応のライブゲーマーウルトラってやつですね。要はこれゲームキャプチャーなんですけど、4K でね、配信できるわけですよ。今までは、配信してたのがね、まあ、一番最初によく使ってたのが、アバーメディアさんの、これね、G550 ってやつ。で、これの後継機になるのかな？品番としてはね。で、この G553 っていうのを今回購入してみました。それでは早速、開けてみましょう。はい、もう一個忘れてましたね。これ。これも、ちょいちょい使って、というかね、これよりは、最近こっちの方が多いですね。で、これ何かというと、BU110 っていう型番の、アバーメディアさんのものになるんですが、これなんで買ったかというとね、スマホに接続して、PC なしで、1080p の、ライブ配信ができるというものでね、かなりこれと比べてもコンパクトで良かったんですが、ソフトがね、ソフトというかアプリが Android のアプリしか対応してなくて、しかも毎月課金の有料版のね、アプリでないと 1080p のフルハイビジョンでは配信できないので、そうするとね、課金しないとなると 720p のライブ配信になってしまうので、結局ね、iPhone とかね、スマホだけでライブ配信するのと全く変わんないんですね。なので、まあ、持っていくにはコンパクトでね、すごく使い勝手がいいので、すごく愛用してはいます。ただ、スマホのものとしては、ライブ配信 720p しかできないので、これは今ね、スマホに接続しては使っておりません。あとはね、僕が持ってるものとしては、
アイキャプチャっていうゲームキャプチャー。ゲームキャプチャーとはちょっと違うかな。まあ、キャプチャー機能を持ってるものなんですけど、これがね、こっちではできなかった、スマホとつないで 1080p のフルハイビジョンでライブ配信ができるゲームキャプチャーになります。で、基本的にはスマホだけで、その、メディアリンクっていうね、アプリを使えば、1080p の、ライブ配信はできるんですが、これが何が優秀かというと、今撮ってるこの GH5 とかね、要は HDMI 出力を持ったデジタルカメラ、ビデオカメラでもいいです。と、その HDMI で接続して、GoPro でもいいんですけどね、何でも本当に。こっち側からね、スマホにつないで、スマホって言ってもね、iPhone のみです。iPhone につないで、ライブ配信ができるキャプチャーボードになります。で、まあ、僕が持ってるキャプチャーはね、この4種類になるわけです。だんだん小さくなってきたね。これはちょっと大きいけどね。この順番から1番、2番、3番。ライブ配信できるのが、この3つを持ってたわけです。で、さらに今回購入したのが、今ね、冒頭で言った、この、GC553 っていうね、4K 対応のゲームキャプチャーになります。これがあればね、本当に僕のライブ配信の映像が 4K 配信になるわけです。あ、ここに GC553 って書いてあるね。それでは前置きが長くなりましたが、開けてみましょう。出るかなぁ。出にくいな。よっと。箱は綺麗ですね。で、どっち向きに開けるんですか？こうだね。せーの、いきますよ。はい、じゃーん。シンプルですね。あ、軽いな。かなりシンプルです。こちら側に USB の Type-C 3.1 ですね。かなり、まあ 4K なんでね、転送速度も必要になってくるので、できればジェネレーション2が良かったんですけど、そこがわかんねえな。で、あとは反対側に HDMI の、アウトとインがありますね。ここ間違いないようにしなきゃいけない。あとは裏側にこの滑り止めのゴムがあるだけで、サイズ感はね、この前の機種の550と比べると、これぐらいの差。厚みもね、この分厚い方と比べると、薄いけど、薄い方、GC550 の薄い方と比べると分厚い感じ。まあ、これはね、ちょっとね、斜めで、なんて言ったらいいかな。デザイン性がちょっとありますね。この、ロゴも変えれるようになってるので、こいつはね、もう本当に、機能だけっていう、そんな感じ。で、他に入ってるのは、ケーブル類が多分入ってると思うんですけど、まずはこれですね。USB のタイプ A とタイプ C のケーブル。あとは多分これ 4K 対応だと思うんですけど、HDMI のケーブル。あとはね、パワーディレクターっていうね、ソフトが、ついてるんですけど、それのライセンスコードですね。で、これは、クイックガイドになります。入ってるのはこんだけだね。それではちょっとこのクイックガイドしっかり読んでみたいと思います。はい。こんな感じでね、GH5 から、このね、GC553。ちょっとね、今、仮で接続してるだけなんで、配線ぐっちゃぐちゃだけどね。で、通して、この MacBook Pro に接続しております。こんな感じでね、かなり綺麗な絵が出てますよ。というわけで、
どれぐらいいけるんだろうな、これ。ちょっとね、またいろいろ、これからね、いじってみたいと思います。はい。というわけで、って言ってもあれか。皆さん、今僕、ライブ配信終わったばっかりなんで、こんな感じのトークになってますが、このね、GC553 を使って、今ね、YouTube ライブの、テストをしてみました。これね、OBS 側ね、ちょっと OBS 側の設定見てみようかな。ほら見て、この OBS 側の、ここね、見えるかな、チラ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 なっちゃってるけど、とりあえずね、3840×2160 の 4K にはなってるんですよね、これ。解像度がね。だけど配信するとやっぱりね、1080のフル HD になってしまうんですよ。これがね、非常に残念で困ってるんですね。正直。解決方法が今んとこ見当たりません。はい、ということでね、これとりあえず、まあ、いきなりテストしてっていうのも、あれだったんで、困ったね。まあ、どうしていいか今すごく悩んでおります。せっかく買ったのにね、4K 配信できると思ったのに、残念ながら今のところできてないので、非常に困ってはおりますが、まあちょっといろいろ、まだね、今日月曜日、あと4日か5日あるので、なんとか解決方法あれば、なかったらね、もうどうしようもないんだけど、あれば探していきたいと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。